はい、酒好きな俺の一動画始めていきたいと思います。今回は、カリブーンですね。カリブーン。久々に、新しい味が出たみたいで。トロピカルホワイト。という味なのかな。ですね、ラム、ウィズ、ヨーグルトテイスト。でね、これパパイヤ果汁を使ってると。0.7%。パパイヤ果汁が 0.7%。アルコール度数が 4%。これは珍しいですね。パパイヤ果汁の、ね。パパイヤと俺食ったことない気がする。あるかな？あれはマンゴーだよな。パパイヤとマンゴー違うからね。パパイヤ多分食ったことないですね。うん。原材料がラムと、乳製品乳酸菌飲料。で、あとパパイヤ果汁と糖類。と酸味料と香料と安定剤と。これは甘味料入ってないんで良かったです。うん。なかなかないですね。パパイヤ果汁のね、飲み物っていうかね。チューハイは多分、かなり珍しいんじゃないと思って買ってみました。美味しい。うん。あ。乾杯。これカルピスだ。うん。うん。あ、結構美味しい。カルピスのような。うん。うん。これのね、パイナップル味もあったんですけど、まあパイナップルはちょっと、ね、ありきたりだなと思って。あ、でも実際は、ラムとパイナップルって割と合うんじゃないかな。うん。パイナップル味もありましたけどね。ああ、確かパイナップル味大体昔飲んだ気がするけど。うん。だけどパパイヤの味はあんまりしないっていうか、全くそもそも味がわからない。うん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 。よくわかる。味がね、ほとんど、パパイヤの味がよくわからない。パイヤの味、ほとんどただのね、あれになってますね。カルピス、うん、カルピス味だな、うん、パパイヤか。パパイヤ。うん。ね。食ったことないですけど、食った人のサイトがありました。パパイヤ。うん。パパイヤ。ちょっと待って。パパイヤは薬臭くて嫌だという人がいるらしいです。
いや、マンゴーは食ったことありますけどね、普通にね。パパイヤ。そういえば昔、なんだっけな、パパイヤじゃないけど、南国のね、なんだっけな。南国のフルーツのね、100% ジュースが売ってて、飲んだんですけど、もう思いっきり桃でした、ね。業務用スーパーにね、売ってたんですよ。なんだったっけな。多分南国のフルーツだと思う。うん。なんだっけな。忘れましたね。名前。でも結構ほら、南国のフルーツ、有名なのマンゴーとかですけど。まあ、マンゴーはぶっちゃけ、まあ、美味しいけど、なんか、桃っぽいよね。そんな気はしない。桃っていうか、マンゴーって桃っぽい味すると思うけどね。あと、ドラゴンフルーツとかもありますね。これ食ったことないです。で、まあ、あと、パイナップルは普通に売ってるし、ザクロ。あ、これザクロって、あれなんだ。南国のフルーツなんですね。で、あとの、食べてみたいな、ミラクルフルーツ。っていうやつですね。うん。これも食べてみたいですね。なんか口の中で酸っぱさが甘さに変わるってやつ。これを舐めてから、レモンを食べるとすごい美味しいって。あと、マンゴスチンか。マンゴスチン。ドリアンも食ってみたいな。ドリアンね。うん。ミラクルフルーツね。いいなぁ。これ食ってみたいな。ミラクルフルーツとレモン。食べてみたいですね。ね。ミラクルフルーツね。売ってないですよね、大体ね。ドラゴンフルーツも売ってない。売ってないですよね。ね。まあ、南国ってことは、ねえ、まあ、暖かいわけですから。フルーツもやっぱり育ちやすいのかな。ね。でも、ザクロはあんまり美味しくないですよ。ザクロ、ぶっちゃけ。ただ、酸っぱいだけじゃん。うん。酸っぱいだけだと思いますね。ザクロ。しかも、種がでかすぎて、なんか、実が少ない。うん。パッションフルーツ。食ったことないな。うん。ドラゴンフルーツとかもね、食べてみたいですけどね。なかなか。お目にかかることはない。ドリアンも食ってみたいな。ドリアンね。ドリアン食いたいな。うん。
すごい形がすごいのが多いですね。うん。ドリアンか。うん、でも割と美味しいは美味しいですけど。これ美味しかったけど、パパイヤってのがどういう味なのかよくわかんないんで。もう食べたことないから、どういう味がするのかがよくわかんない上に、これ自体に別にパパイヤの味がするかっていうと別にしないと思います。うん。ほとんどカルピスウォーターの、ね、お酒。カルピスの、なんていうの、カルピスサワーじゃね？完全に。完全にカルピスサワーですね。大体そもそもラムの味もあんまりよくわからないし。これちょっと微妙だな。まあでも、うん。まあいいんじゃない？別に。カルピスサワーだと思って。カルピスサワーも美味しいですから、普通。甘味料入ってないし。そこはでかい。うん。甘味料入ってないのでかい。間違いなく。うん。普通ですね。普通。3、4、3、3で。それではご視聴ありがとうございました。